こっち。姉ちゃん、うちの手伝いとかしたことねえだろ。ドキ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こら、ミード、偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら白夢の森に放り。 Thank you.
バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確には。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。メリオダス様、すみません、まだ仕事の途中なのに。
休んでいいんだ。
てさてさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください。何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。頬を召喚。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげえ、いたずら公認のハイドアンドシーク。森の怪物の正体はあいつらだったか。おうぞ。受けなさい。何かいるはずだ。あれ、女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あんな小さな小さな小さな。スーパーロースイリ
っと頑張って。私にできないことはありません。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ポポ、雨雲の匂い。あ、見ろ！これは雷くん。なんだこれ。団長？体がしびれて動かねえ。お前はようやく会えたの。七つの大罪。雷帝の残影。雷帝の重害。
力を見せてあげるよ。映像シャスティボル第4形態サンフラワもう休んでいいんだ。さらに。またな。長がまたなって言ったんだ。話せ。ピリピリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたら。サンキュー、ディアンヌ。おう、こらえ。さっきはよくもやってくれやがったな、この豚野郎が。今度は俺のターンだぜ。お二人ともご無事ですか？Thank you.